はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンションインディペンデンスデイイベントやっていきたいと思います。さて、ですね、前回このシルクハットレベル5、そしてフェイスガード付きヘルメットレベル5ができました。そしてもう先にちょっとタップしちゃったんですけども、このシルクハットレベル5からは花火が、そしてこの花火がですね、10段階ある。それちょっとフェイスガードはまだクリックしてないんですけど、何が出てくるんだろう、ちら。あ、こっちも花火なんだ。あ、そこは一緒なんですね。あ、なるほどなるほど。あ、了解しました。じゃあとりあえず納品ですな。ホットドッグや手羽先などなど。あ、そうだ、ちょっとタップする前にね、この焼けてるシリーズ、網焼きシリーズ、網焼き野菜レベル1、野菜も食べなきゃ、そしてレベル2、網焼きトウモロコシ、バターをつけてもいいかも、そしてレベル3、串焼きにしても美味しい、そしてレベル4、網焼き骨付きもも肉、バーベキューに欠かせない、そしてレベル5、網焼きリブ、リブといえばスペアリブ、そしてレベル6の網焼きステーキウェルダンということで、これが全段階ですね、この網焼きシリーズの。でたまたまこう今全部揃ってます。これは、まあ、とりあえず納品しよう。じゃ手羽先などなどということで、完了。そしてあ、これいけそうかな。ソースをつければなおいしい。ボール出て、あ、出てくれた。オッケー。というわけで、ソースをつければなおおいしい。うわ、また来たー。あー、これもう先だね。あ、もうちょっとこの花火とか来るかと思ったら全然来ないね。とりあえず合体させてしまうか。とはいえタップ数もあんまり。あと27か。1段階目からレベル1、花火、小さな花火。レベル2、火をつけよう。レベル3、破裂タイプ。レベル4、1、2、3、発射。レベル5、打ち上げよう。さあ、6以上はどうなっておるのかというところですな。レベル6は空の上まで。はい。あ、これもうできてる。できてるとはいえ、入れるものがないんだよな。えい。仲間がないな。よいしょ。とりあえずこれはこっち。肉はまあこの辺に。なんか適当に作ってるけど、しばらくこのドリンクがきつい。ドリンクがね、出ないんですよ。花火もいつ使うのか。まあ、とりあえずタップ数がもう圧倒的にないな。と一回置いとこうかな。ハンバーガーここに置いとこうか。できたやつはこれもできたやつは下に。この靴とか困ったな。やっぱね、回数がタップ数が足りませんね。タップ数というか体力が足りないってのが結構きつい。あとドリンクが全然出ないので、もう体力に余裕があったらこの冷蔵庫を延々とタップするっていう感じになりますかねが基地かな。まあ、もしくはお金に余裕があればこちらのショップから、あ、でもこれ買っちゃうか。リセットがかかる時があって、リセットがかかるととりあえずドリンクみたいなやつは100コインで買えるので、まあ、とりあえず合成しまして一回合成することで確か結構タップ数はある、まあまああるんですよ。でちょっとそこをでもあと1回1タップしかできるので、ちょっと置いておこうかな。あとはもう永遠と冷蔵庫をタップしましょうっていう感じですかねヘルメット3つもある。またこの辺はちょっと裏で冷蔵庫等もビシビシとタップしておきますかね。よし、じゃあそんなわけでどうしようかな。今なんか発生した音がした。この辺のタップ数を使わないやつもね、ちょっとちまちまやってってるんですけどね。この芍薬の花から出てくるこの水の葉を合成して、この、まあ、ボトルシップを作ると。これも意外とかかるのでじわじわやりつつ、小銭もじわじわ貯めつつ、ただ意外とインディペンデンスデーの方でこのドリンクを買うのにお金を使っちゃってるので、なかなか6100次のイベントにの開放に行けないんですよね。もどかしいよし、じゃあ他には今んとこできることがございませんので、ここまでにしたいかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回までにもうちょっとドリンクとかを進めておきます。では失礼します。